日本神奈川県横浜市青葉区ススキ北部の商店街御嶽神社県山中央橋ススキアは神奈川県横浜市青葉区の町名。現行行政地名はススキア1丁目からススキア3丁目。住居表示未実施区域。横浜市青葉区東部に位置する。中心部には商店街、ススキア商店街が形成されている。 町の大部分は日本住宅公団により建設されたススキア団地で、町の東部は2003年より開発、販売が行われたジェネヒル・アザミノである。町の北西側は川崎市朝佐二虹川岡で、ススキア団地に隣接する形で虹川岡団地がある。住宅地の地下は2020年1月1日の工事地下によれば、 ススキや三丁目四番252の地点で25万5千円平方メートルとなっている。宅地開発の際、付近に植物のススキが多く見られたため、武蔵野とススキは縁が深いもので秋の七草の一つであるとともによく繁茂する植物であることから町の繁栄に願いを込めて名付けられた。典型的な随称地名。 2020年5月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。域内に鉄道駅は設置されていない。 最寄りの駅は、あざみの駅、多摩プラーザ駅、新百りがおか駅、柿き駅になるが、いずれも2キロメートル以上離れている。市営地下鉄3号線延伸計画2000年頃から、横浜市営地下鉄ブルーラインを、すすき屋まで伸ばし、最終的には、川崎市の新百りがおか駅まで伸ばす計画が、進められている。2020年1月21日、途中駅として、 すすきや付近に新駅が設けられる計画が公表されたため開業すれば最寄り駅となる。2030年開業目標として進められている。駅内から東急バスや小田急バスが頻繁に運行されている。あざみの駅、玉プラーザ駅、新百合ヶ丘駅、かき駅などの駅に行くことができる。バスは市道の美しが丘に次第233号線。 美しが丘西大296号線、次家大7号線を走行している。バス停は、ススキア1丁目、モミの木大、ススキア2丁目、ススキア団地、虹が丘団地、ジェネヒルアザミノ、エゴマデン3丁目、アザミノガーデンズ北が最寄りとなる。横浜市町区域要欄横浜市。2020年6月16日閲覧 AB。 令和2年町長別人口。横浜市。2020年6月16日閲覧。ハット AB、ススキアの郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。標準値、基準値検索システム国土交通省地下工事。都道府県地下調査から。 詳細情報。www.land.mlt.go.jp i。2020年5月1日閲覧。市、区、町の遠隔。横浜市。2020年6月16日閲覧。すすき屋1丁目から3丁目。www.city.yokohama.lg.jp、ok。2021年1月21日閲覧。ab。 平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、 平成二十七年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数調長,長、あざと総務省統計局二千十九年八月十六日閲覧小中学校等の通学区域一覧横浜市二千二十年六月十六日閲覧平成二十八年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的 集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。横浜市営地下鉄ブルーラインの延伸。アザミノから新百合ヶ丘内略ルート。駅1が決定しました。www.city.yokohama.lg.jp、ok。2020年5月1日閲覧。郵便番号を2019年度版。日本郵便。 2019年11月4日閲覧、ありがとうございます。